さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ニューヨークでも有名なパストラミという、にお肉と、パンだけのねサンドイッチみたいなものなんですけども、まあ本当に美味しいんでおすすめしたい一つでもあるんですけども、こちらを紹介していきたいと思います。お店はですね、F 番線のセカンドアビニュー2アベニューの駅から徒歩4分となっております。こちらも Google マップで調べていただけたら、お店まで6000ずも出ると思いますので、そちらを参照してください。ここはですね、100年以上の歴史を持つ、有名店ということで、数多くの、ね、観光雑誌になっております。カッツデリカですよね。私もニューヨークに行く際は必ず利用させていただいてるんですけど、やっぱり美味しいですね。本当に美味しい。今ここ歩いてるのは、ニューヨークの5番街なんですけども、ここは歩いてて、ここから地下鉄に乗ってカツまで、ね、行きたいと思います。ですね、カツのお店はですね、クレジットカードは使えません、現金のみですので、現金をねある程度持っていかれるといいと思います。で、パストラミっていうのは基本的にサンドイッチなんですけども、1つ、1人前で20ドル程度と思っていただいて結構です。ですので、まあ、2人で50ドルから60ドル程度、まあ、パストラミだけでしたらそれで済むかと思います。まあ、それも、時期とかによって違いますんでね、ある程度余裕を持って持っていかれることをお勧めします。あとですね、カッツは入り口でチケットを渡されます。そのチケットに、注文したものを店員さんはそれに記入して、最後そのチケットをレジに持ってって、精算みたいな形なので、そのチケットを絶対なくさないように、ね、お願いします。で、最寄り駅の近くまで来ました。で、このお店は、テーブル席と、カウンター席っていうんですかね、自分で注文する席2つありまして、入って左側の席は、テーブルになっております、まあ、テーブルになっているということは、ウェイトレスの方が注文を、取りに来てくれるという形になりますので、そちらを利用する場合は基本的にチップが必要になります。で、自分でオーダーする場合は列に並んでもらって、列で注文して品物を受け取って、カウンター沿いに歩いていくと奥の方にスペースがありますので、そこで飲食していただくという形になります。これ私も最初入った時全然わからなかったんで、ぜひ行かれる際はね、まあ、列に並んで注文して、で商品を受け取ったら右奥のスペースで飲食するっていうことだけ押さえて行かれるととても楽かなと思います。で、パストラミを注文するとですね、試食みたいな形で、調理してくれる方が目の前でパストラミを 2、3枚出していただけますので、それをその場でねいただいて、まあ、待ち時間を潰していただくっていう感じですかね。本当にこのお店は美味しいので、まあ、何度も言ってますけど、本当にニューヨーク行かれる方、本当に行かないと後で後悔すると思いますので、ぜひ行かれることをお勧めします。ですが本当に脂っこいので、女性の方は2人で1つ頼んで食べきれるようだったらもう1個つって頼むぐらいの気持ちでいいかなと思います。って言ってる前でお店に着きましたね。本当にこのお店は、有名でもありますし、すごい思い出にもなるかなと思いますので、店内もすごい可愛いんです。後で映像流れますけど、そういう意味でもおすすめしております。ニューヨークの老舗のカッツに来ております。で、前回こちらの動画で上げた時に
中の映像を撮れてなくてですね、紹介できなかったので今回はこちらが店内となっております。入り口でこのチケットをもらえますので、これをなくさずに持ってください。で、一番向かって一番右側の列で、ビールその飲み物を注文してもらって、そしたらその後左側の列に移動します。そこで、パストラミを注文するわけですけども、こちらパストラミはビーフパストラミになっておりまして、こちらがナンバーワンメニューですね。ビーフパストラミ1で通じると思いますので、そしたらマスタードを塗るかどうかも聞かれますので、そちらも答えてください。で、試食のパストラミをいただけますので、それを食べながらね、出来上がるのを待つ形となります。で、オーダーは全て済んだら、これを渡すとこれに記入してもらいます。で、これを最後会計に出して、これでお金を払うという感じですね。で、こちらのお店は現金しか使えませんので、一つ注意しておいていただけたらなと思います。この店内もこの向かい側がフードコートエリアになってまして、こちらがレストランエリアになってまして、こちらはウェイトレスの方、ウェイターの方が注文取りに来てくれる形になっています。こちらはね、ニューヨークの老舗ということもあって、所狭くニューヨークの有名なニューヨークの有名な方もですね、写真が所狭しの方もありますので、こちらもね、楽しみながら食べてはいかがでしょうか。まあ、ちょっと簡単ではありますけども、こんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。